新日本プロレス29日の神戸ワールド記念ホール大会で IWGP グローバルヘビー級王者のデビッド・フィンレイ31が吉橋42の挑戦をどけ2度目の防衛に成功した今年の G1 クライマックス本戦出場を逃し6年前の神戸で大けがを負った汚名返上に燃える挑戦者の執念に苦しめられた コーナーへのパワーボムを切り返されたフィンレイは頂き狩りで丸め込まれて窮地に。これをカウント2で返しても、バタフライロックで長時間にわたって捕獲された。その後も KUMAGOROSHI、スワントーンボムとヨシハシの得意技を連発されたものの、カルマをプリマ N を CTA で切り返すと反撃開始。逆さ抑え込みのインプオブリビオンからコーナーへの投げ捨てパワーボムを炸裂させた。 粘る挑戦者はオーバーキルを防いで金庫時で丸め込むが、フィンレイも3カウントは許さない。最後は投げ捨てパワーボムからのオーバーキルで振り切った。試合後のリング上では吉橋のタッグパートナーの後藤弘樹に詰め寄られた。今回の G1 公式戦で後藤に敗れ、リベンジマッチを望んでいたフィンレイもベルトを掲げて応じ、V3 戦での激突が定む。